こんにちは、みなくちここです。今日はとくちものみんなにはセルフメイク語りっていう風に企画で伝えてあるんですけど、実は抜き打ちメイク工事ドッキリを仕掛けたいと思います。私だけ知ってるって感じで、早速仕掛けていきたいと思います。ニコプチ TV、 お花ちゃんです。こんにちは。なんかクマさんになってますね。はい、今回の企画はセルフメイク語りですよね。はい。ですが、はい、抜き打ちメイクポーチ中身チェックをしたいと思います。汚いとおかしい。汚い、汚い、汚い。みんな焦る人は焦りますね。うん、汚い。大丈夫です。はい、じゃあ紹介してください。はい、これは、ね、みんな持ってる 3C のポーチです。ちょっと汚いけど、中身を紹介します。めっちゃパンパンなんですけど、まずはミラーですね。メリーちゃんの、マリーちゃん、マリーちゃん、マリー、メリーちゃん、マリーちゃんの鏡です。次は前髪カーラー、うん、ピンで留めたりすると癖がね、そうですね、ついちゃうから、こっちに行っちゃうんですよね。入れてます。で、次、キララちゃんのピンです。これは、あやなの誕生日で、なんかお揃いにしたいなって思ってプレゼントして、自分もちょっと早めに乗っかりたかったなって思ってお母さんに買ってもらいました。次は、日焼け止めです。次は、これです。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパンファンデーションです。なんか化粧した感が欲しいなって思う時に、これをさって塗るだけで、したみたいな感じになるから入れてます。次、キャンメイクのハイライト&リタッチコンシーラー UV。 私、クマがすっごくて、もういくら出てもクマがすごいから、コンシーラーは命です。次は、筆が、もう、もそろー、やー、いや、これは百均に売ってる。そうそうそう、メイクに必要な筆が全部、そうなんです、ね、入ってるやつ。ちっちゃいから持ち運び用に使ってます。次は、アイシャドウはこの UI グラムのブルーミングアイカラーパレットだよ1です。おそろおそろおそろ。いや、これは9個も、はい、9個じゃない、9個でしたね、入ってるからね。次はこれ、ちっちゃっ。これ多分ジルスチュアートのブラウンのラメが入ってるやつで、アイシャドウ、そうなんです、リキッドのアイシャドウで、ね、次はこれはホットビューラーです。おお、なんかずっと行方不明になってて、うーん、もうどこに行ったのよみたいな感じに思ってたら、その部屋片付けたら、この子が片隅におって、もうやっと巡り会えて、私はあなたに会うのを楽しみにしていましたってなって、使えています。どういうこと？あ、楽しみにしてたんですね。してたんです。で、次、キャンメイククイックイージーアイライナー02番です。これはブラウンですね。次は、ユアグラムのグラデーションチーク01番です。次は、またジルスチュアートの、ちょっと待って、ジルスチュアートルージュクリスタルカラット09番です。次は、最後になります。おぉ、チフレ口紅 S473番です。大人っぽい。そう、忘れちゃってですね。で、薬局に駆けつけて見たら、バカ可愛い色があって買いました。可愛い、その色。以上ですか？以上です。まだ入ってるけど。紹介してよ。まだ入ってる。なんかよくわからない、なんかアメニティのクスとかじゃ汚いから大丈夫よ。あとこれは、爪にチュチュチュって塗るやつです。はい、もう空っぽですね。空っぽです。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか、小花ちゃんは
コスメの数とかは結構少ないんですけど、一つ一つのやつを重ね塗りとかして工夫してたのですごいなと思いました。ありがとう。なんか褒められたらしゃくれちゃうしゃくれちゃう。じゃあしゃくれたら恥ずかしがってるというふうにね、認識で大丈夫でしょうか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、じゃあ次最後めいちゃんです。はい、今日はねセルフメイク語りという企画なんですけど、そうではなくて今日は抜き打ちメイクポーチ中身チェックしたいと思います。綺麗だと思います。じゃあ今、いやでも入れるときはちゃんと入れてきたけど、今日は急いで来たんで、バスケがごしゃってなってるから、ごしゃどうかどうか分からない日本語はい、じゃあ紹介してください。はい、はい、私は前髪のピン、前髪止めのピンをここにつけて、ですぐメイクができるようについてます。ポーチはサンキューマートで買ったくるみちゃんのかわいいポーチです。おお。まあまあまあ、はい、はい、みんな使ってるスキンアクアトーンアップ UV エッセンスの日焼け止めのラベンダーです。実はあんま使ってないとか言えない。あ、次はゴリカ崩れ防止美容液ケアベースのミルクベージュです。次キャンディードールホワイトピュアパウダーのノーマルで、これはめっちゃ使うものです、うん、次、ここ汚いんですけどビューラーです。これなんかダントツで一番上がります。次はキャンディードールハイカバーケアコンシーラーのライト&オレンジで、こっちとこっちで色がちょっとだけ違うんです。次はリップケア、はい、かわいいぞ。見た目からもね、あ、めっちゃプルプルになるよねそれ。やばいよ、あんま使ってない。あ、そう。これはエチュードハウスの H セラトリートメントリップオイル、乾燥した時とか寝る前のケアにも使ったりします。本当にこれもプルプルになる。次、これもまたエチュードハウスのチェリーモイスチャーリップグロウの001番で、次はゴリカスティックプランバーエクストラセラムの02番です。はい、これは色がすごく大人っぽくてかわいい。秋とかのメイクでは買ってました。キャンディードールヘアスプレーリップスプリングレッドの402番の色です。次はユアルグラムのグルーミングアイカラーパレットの01番です。100均のクオリティやばい。そう、これダイソーなんですけど、すごい伝えられないね良さが。次はまたユアルグラムのグルーミングアイカラーパレットの02番で、次はルナソールオーシャンシングアイズで、好きな色が揃ってるんですよ、うん、私もめっちゃ便利です。これはこれもエチュードハウスグレイカラーアイズミニピーチジェリーです。6色入っているんですけど、全部ピンク系だったりで、いろんなピンクがあるから最近は愛用してます。あとはこれはゴリカで美容液ケアアイシャドウのシルキーグロウ04番です。クリームタイプのアイシャドウで大人っぽい色だから、大人っぽいお洋服を着た時とかによく使ってます。最後です。これもこれと同じ種類で、ゴリカの美容液ケアアイシャドウの102番。これは私めっちゃピンクとか着っぱなしにしてて、水分飛んでたのクリームじゃない、クリームじゃなくなっちゃうと使えるから、うん、使えるならね以上です。おー、で一番のお気に入りはどれですか。アイシャドウ、このパレットは本当に一つでメイクができるから、これ一つでもっと完成するみたいな感じ。あ、そうだもんね、わからないけれどもちっちゃいから持ち歩きもできるから、うん、なるほど、これが一番お気に入りだそうです。はい、ありがとうございました。
はい、今回は急にね、抜き打ちということだったんですけど、どうだったでしょうか。いや、びっくりした。難しいよ。難しかった。難しかった。ね、もう本当にみんな女子力高すぎて、びっくりしたことがいっぱいあったんですけど、もしね、参考になったらいいなと思います。はい。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ちょっと待って。あなたはしてないですよね。私はやってないんですよ。いや、あなた持ってきてますよね。持ってきてますけど。持ってきてませんよ。いや、持ってきてないけど。いいんです、いいんです。いや、あなた、あなた、あなた。支えましょう。いや、じゃあ簡単にね。ねえ、おんちゃん。はい、持ってきてください。今ですか？持ってきてもらいました。はい、持ってきました。ねえ、やばい。見せてください。小島よしおさんとのコラボの YouTube で使ったこのバッチをちょっとこの裏に貼ります。これは 3CE さんの、 あのファーナちゃんよりちょっと大きめサイズのポーチです。かわいい。2つ目、これじゃん。おスノービューティーホワイトニングフェイスパウダー。2019年のやつなんですけど、今クリスマスなのでちょっとクリスマスって感じでクリスマスです。あキャンメイクのシークレットビューティーベース01番です。01番。はい、次これコアナちゃんと一緒のやつ。やったー。さっき言ってたやつなんですけど、これダイソーさんのやつで、このブラシがもう全部揃ってるやつ。欲しい。そう、コンパクトだし全部入ってるからめっちゃよくて使ってます。あとはアイシャドウですね。マックのスプリングモダンアイズ03番です。結構前に使ってたやつなので、ちょっともうないない感じなんですけど。ガム鏡、ワイ謎のワイ。謎すぎ。こちら、ビューラー。そう、これコンパクトだから、これめっちゃってのがいいんですけど、まあ一応大きいのも一応ね。次、メイベリンスナップスカラ08番モカブラウン。次、3CE さんのチークです。おー、こういう系のやつのチークです。次は、これはお姉ちゃんからもらったアイシャドウなんですけど、オーディションとか発表会とかそういうのの時に塗ったりします。次は結構持ってる人が多かったやつです。やべえアイシャドウです。次は 3CE のピンピントリプルシャドウっていうやつですね。一回割れちゃったんですけど、もう復活してます。復活した。そう、あの自分で直したんですよ。すごっ。エチュードハウスのプリズムインアイズ101番。単色一個一個で売ってるから、この色だけ欲しいっていう感じで買いました。こちら涙袋に。あ、次はめっちゃおーこれセーラームーン。めっちゃ可愛い。可愛いんですよこれ。で、これは同じやつのアイライナー2本と、これはオレンジ色のアイライナーです。ヒロインメイクスムースリキッドアイライナースーパーキープ01番が2本と、リゼリシェレシェカラーインパクトリキッドアイライナーのオレンジ色です。4本です。めっちゃ持ってるな。めっちゃ持ってる。めっちゃ持ってる。次、リンメルのプリズムクリームアイカラー。これめっちゃいい、うん、じゃん。 AC ハイライトパウダー01番ホワイト。これもう塗っただけで鼻って高くなるので、もう太陽に当たるとすごい。じゃん。エチュードハウスのやつです。アイコニックルックアイシャドウの203番と504番です。お次、じゃん。涙袋描くやつです。これめっちゃいいです。持ってる私。持ってる、めっちゃ好きなんですよ、これ。めっちゃ使います。めっちゃ使います。次は、クリアリップ。ちょっと色つくやつなんですよ。こう学校とかに使ってて、キャンメイクのパウダーチークス。次じゃん。ヒーラートートニーピントのサンゴオレンジチャ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 っていうやつの、これはティントなので、一回ピッて塗ってティッシュでパッてやって取るとめっちゃ綺麗な発色になります。はい、次じゃん。これもね、結構涙袋に塗ったりするんですけど、めっちゃキラキラしてて、これは本当にメイクするときは必ず使います。これ同じやつですね。おお。目尻とかに塗るとめっちゃいい感じです。可愛い。じゃあ一緒にも紹介します。これはあやなちゃんからもらったんです。そう、これめっちゃ可愛くて、アイシャドウのときに塗るとめっちゃキラキラしてて、
本当に可愛いから、これは明かりめっちゃ可愛いんですけど、そうこの色めっちゃ可愛いの、うん、欲しかったんですよ、そしたら、くれたから本当にありがとうって感じです。はい、以上はい、以上めっちゃ多いの、そう、多い、結構入れます、でもこれでも減らしてきました、そうなの、はい、多い、いつもこんぐらい、こんぐらいパンってなる。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。